一般社団法人日本音響学会は、音に関するあらゆる分野を取り扱っている学会である。1936年設立。日本音響学会は1936年4月15日に、小畑茂一、石本美種佐去った金次、田口三郎の呼びかけにより設立準備委員会が発足し、同年10月15日に石本を会長として設立された。 以来、音に関するあらゆる分野の研究者や技術者が多数参加している。音声、聴覚、騒音、振動、建築音響、電気音響、音楽音響、超音波、アコースティックイメージングの8分野で組織されており、それぞれ定例の研究会を開催している。音声や話し言葉に関連する科学的、技術的な研究課題を取り扱う。 音声研究会を開催している。聴覚研究会を開催している。騒音、振動研究会を開催している。建築音響研究会を開催している。電気音響研究会を開催している。楽器の音や歌の声、さらにはそういった音を生み出す楽器、その制作技術、そして音楽演奏、作曲などに関する研究を取り扱う。 音楽音響研究会を開催している。超音波研究分野における基礎や材料から、通信的、動力的応用などに関連するすべての課題を取り扱う。超音波研究会を開催している。音で見る、音を見ることをテーマとし、領域横断的な活動を実践する。アコースティックイメージング研究会を開催している。春季、 周期の年2回開催される最大の行事。春季は東京かその周辺、周期はそれ以外の地域で開催される。関西、東海、東北、九州、北陸に支部が存在し、それぞれ研究発表会、見学会などを開催している。コロナ社より音響工学講座、音響テクノロジーシリーズ、音響入門シリーズ、音響サイエンスシリーズを観光している。 和文詞として日本音響学会誌、英文詞としてアクスティコルサイエンステクノロジーを発行している。ありがとうございます。